劇団四季で営業部で働いています。建築の設計をしています。ピアニストです。画家をやっております。岩手県知事です。春光院で副住職をしております。車椅子バスケットボールの日本代表のヘッドコーチをしています。女優歌手をやらせていただいております。サントリーホールディングスで、社長そして CEO をしています。留学することがなかったら自分たちで会社を始めたかどうかっていうことも今は分からないですし、もちろん英語も勉強してないし、コミュニケーションを取ることに対しての抵抗っていうのは行く前に比べてもうはるかに少なくなりましたし、コミュニケーションを大切にするということ、これをまあ自然に身につけてきたんじゃないかな。留学してない自分っていうのは想像できないです。勉強よりも実体験の方が大事なんだって思って、そのサーフィンやってる時に波待ちしてる時とか、あと夜のパーティーの時、いろんな会話っていうのは勉強とは違った意味ですごいためになりましたし、楽しんで英語に関われたことはとても今につながることなのかなとはすごく思いますし、自分のやりたいことで英語で関わっていくっていうのは本当に、よかった。でやっぱりもう自分がすごくそのアメリカという国に期待していってるから、あ、ここに行ったらこんな素晴らしい人たちのようになれるんだとか、このレベルになれるんだって見て思うんですけど、ただ本当に授業が大変だったので、もう追いつくだけで必死だったので、忙しいですし、毎日勉強して、だからそのメリハリっていうのがすごく上手につけてるなっていうのを留学の時は感じました。で、日本にはないすごくダイナミックな自然があるなっていうのはすごく思っていて、雄大さを経験できた。何も考えることなくいるっていうことだけでもなんかこう心が洗われるというか、スケールの大きさっていうのはよく身をもって感じましたね。はい、一言で言うと絶対行った方がいい。本当に人生が変わるっていうかね、なんか自分を変えれるっていうか、学問以外にもたくさんのことを学べると思います。もちろん簡単な道ではないと思うんですけど、できない自分っていうのに壁にすごいぶつかるんですけども、でもそれが全ていい経験になると思うので、自分の成長にも絶対つながるし、できないことがあったら一人でやる必要は全くないので、変にこう構えずに楽な気持ちで飛び込んでみてほしいなと思います。